20代男性です。最近日常生活でこの場面前に見たことあるとデジャブ的なことが高頻度で起こりますが、何か原因があるのでしょうか。ひろゆきさん、何か分かれば教えてください。疲れてます。まあ、デジャブっていうその一度も見たことないかにもかかわらず、ひょっとしてこれ見たことあるかもって思い込んでしまうっていう、ある種の脳の血栓の間違いっていうのがあって、まあ仮にそのマトリックスの中にいらっしゃるのであれば、それはマトリックスの中にいるっていう確証が得られるっていう事実かもしれないんですけど、もしマトリックスの中で、現実の中であれば、単に疲れていて脳がショートしてるっていう可能性があるので、睡眠時間をちゃんととってストレスのない生活をして、きちんとしたものを食べてください。バカは風邪ひかないと言いますが、バカは鼻くそを錆びて育ち、鼻くそに含まれる様々な細胞の死骸を食べることで免疫を獲得しているからだと思うんですが、ひろゆきさんのご意見をお願いします。別にバカも風邪ひくんですけど、風邪をひいたことに気づかないという人も結構いるんですよね。特に日本人で会社員をやってる方に多いんですけど、熱が出たりとか不具合があったとしても、その不具合を無視するっていう人が多いんですよ。だ、例えば肩こりとかで肩痛いんだったら、その同じ体勢しなきゃよくねっていうだけなんですよ。要は同じ体勢し続けると肩こりになるんですよね。なので同じ体勢しなきゃいいんですけど、でも同じ体勢で業務をしなければならないというのの結果、同じ体勢をし続け、いや肩こりきついんだよねって言いながら同じ体勢をし続けるみたいなので、体をどんどん悪くするみたいな。で、その睡眠時間が減るとだんだん体って悪くなるよねっていうのがあって、睡眠時間が短くても人は生きることは可能なんですけど、適切な睡眠時間を取らないと、体のメンテナンスができなくなるんですよね。一日3時間睡眠でも、動くことはできるんですよ。で、まあ、それなりに頭もあって、それなりに生活はできるんですけど、長時間の睡眠を取らないと、できない体のメンテナンスっていうのが後回しになったりするんですよね。例えばじゃあ、自動車って、オイル交換って、その日にしなくても、じゃあ、本来じゃあ、半年後にじゃあ、オイル交換してくださいねって言われて、でも、1年後でも、車って走るんですよ。で、じゃあ、2年後でも、オイルめちゃめちゃ汚かったとしても走るんですよ。でも、それって、じゃあ、その汚いオイルで走り続けた車が何の問題もないかっていうと、そこでエンジンの中にゴミが溜まったり、カスが溜まったりとか、エンジンに負荷がかかったりして、シャフトが折れやすくなったりとか、余計なところに別の負荷がかかるようになってるんですけど、その負荷が毎日毎日かかってるのは見えないんですよ。だって、別にオイルドロドロでも今走ってるから。っていうので、他のところの負荷がかかってるっていうのが分からないままで、ある日突然その負荷がすごいことになって、シャフトが折れて、うわ、エンジン動かなくなっちゃったって気づくみたいな。でもそれは突然エンジンが動かなくなったのではなく、オイル交換をしなかったっていうことの長年の積み重ねの結果なんですよ。コロナ時代、ひろゆきにとっての健康とはちゃんと考えた結果を話してほしいな。別にコロナに限らず、なんか、普通に僕生活変わってないですよね。外で食べることもあんまりないので、基本家で作ったものを食ってダラダラしてよく寝るっていうのが。なのでそのコロナ時代どうこうとは限らず、その人間ってまあ10万年ぐらい生きてるって言われてるんですけど、人間の構造ってあんまり変わってないんですよ。例えば椅子に座るって体に悪いんですよね。肩こりとか腰痛って椅子に座ってる職業の人が多いんですけど、人類って椅子に座るような構造で作られてないんですよ。なので、その本来椅子なんか座らないで床に座ってるとか横になってる方が楽なんですよ。でもそのなんかテーブルの上で作業をするという文化が発展してしまったせいで、なんかそれが当たり前だと信じてるんですけど、人間の体の構造上それに耐えられるような構造になってないんですよね。なのでその腰に負担が来て結局その腰痛になってしまうみたいなのがあったりするんですけど、あと肩こりになったりみたいなっていう感じで、その人間が健康に生きられるために必要なことっていうのは10万年前からあんまり変わってないんですよ。なんですけど、なんかそのコロナ時代とかたった数ヶ月じゃないですか。要は健康は10万年前から必要なことは変わってないのに、数ヶ月で健康に本当の必要なことが変わるわけはないんですよ。で、じゃあコロナがある前ない時で、じゃあ人間ってどういう人が健康ですかっていうと、自然免疫強い人の方が健康ですよと。例えばそのなんかの病気って一回かかった人って獲得免疫があって病気かかりづらいと、ワクチンとかもそうですよね。っていう感じで、その今の人たちってじゃあ薬を飲むとかワクチンを打つとかって
っていう形で、その病気を防ぐっていうのをやってるんですけど、でもそれって未知の病気はまあ一回かかってしまうと。で、獲得免疫じゃなくて、普通に生きてて免疫力って言われる自然免疫の方が割と強めの人、まあ強いっていう表現もおかしいんだけど、っていうのは自然免疫がきちんと機能してる人って、ワクチンとか打たなくても別になんかそのコロナのために何かとかしなくても、普通に病気かかりづらいっていう状態になるんですよ。まあ、ツイッターでちょっと書いたんですけど、僕の知り合いの、そのデブで死んだ魚の目をしてるヒゲアイさんっていう人が、頭がなんとかなんで、風邪ひかないんですよね。なので、その、割とその、好き勝手楽しく生きてる人って、まあ、なんでか知んないですけど、そのなんか笑うと免疫力が上がるみたいなのが言われるんですけど、それ科学的にどうなのみたいな思うんですけど、割となんか好き勝手楽しく生きてる人の方が、その、変な大病しづらいっていうのが、要はその、ストレスによって病気になりやすいとか、その、まあ、精神的な病気になる人もあるんですけど、で、好き勝手生きてる人ってあんまりそういうストレスがないので、そこら辺にこう、病気になりづらいっていうのもあるんじゃないかなと思ったりするので、なのでその、コロナどうか置いといて、好き勝手楽しく生きてる方がいいんじゃないのと思ってます。ひろゆきさんが知ってるガチ健康法、何か一つでいいので教えてください。睡眠時間をきちんと取るっていうのと、あと、野菜をやたらいっぱい食うとかですかね。ただそのなんかね、野菜多く食べた方がいいよねとか、その肉ちゃんと食べた方がいいよねとかってあるんですけど、炭水化物食べた方がいいよねってあんま聞いたことないですよね。大体の人ってほっといても炭水化物食うんですよ。その米とかパンとかね。なので、その野菜と肉さえ意識的に食べていくと、炭水化物足りないね、ほぼならないと思うので、野菜は美味しい食べ物なんだよって、まあいいや。カレーが多いんですよね、うち。うち月に多分1、2回はカレーを食べるんですけど、で、僕カレーを作るときに、アホみたいな量の人参を入れたりするんですよ。普通こんなに人参食わないよねっていうぐらいの量の人参を入れたりとか、その、普通こんなに野菜食わないよねっていう量の野菜を入れたりするんですけど、カレーにするとよくわかんないんですよ。まあ、圧力鍋で作るので大体溶けちゃって、もうただのカレーになるんですよね。なので、尋常じゃない量の野菜をいろいろぶち込むっていうのをやってたりします。元喫煙者の夫がタバコを吃ったら離婚と言っています。変に気真面目になった夫との生活に疲れ隠れて知ってます。どうしたらいいでしょうか。まあ、その、なぜタバコを吸ったら離婚なのかっていうところをちゃんと話し合った方がいいんじゃないですかね。まあ、約束が守れないような人だと、こういう他の約束も守れないかもしれないから、もう信用できないっていう話なのか、守れる約束は守る。でも、タバコを吸わないという約束は守れない。だからタバコ吸いますっていうのが、論理が通用するかどうかですね。相手がタバコ吸ってほしくない。だからタバコ吸わないと約束しろ。でも、約束が守れない奴は信用できないっていうのであれば、守れない約束はしないっていう関係性が作れない限り、結局どっかで揉めると思うんですよね。例えばじゃあその、味噌汁大好きですと。でもその旦那さんが味噌汁大嫌いだと。なので、味噌汁食わないって約束しろって言って、じゃあ味噌汁食わないよって言って約束しても、やっぱりどっかで味噌汁食うじゃないですか。要は、それって旦那さんが、その奥さん、まあ、を完全にコントロールしたいっていう欲望を持ってて、奥さんが何が好きとかどういうことがしたいとかっていうのはどうでもいい。自分が完全にコントロールすること自体が楽しいっていうタイプの考え方の人だとすると、長期的に必ず揉めてうまくいかないと思うんですよね。なので、そういう考えなのか、要は、タバコが良くないと思うからやめてほしい。あなたの健康を思って言ってますって話なのかで、ただ僕その、禁煙をあまり周りに勧めないようにしてるんですよね。親戚がそのタバコを禁煙してストレスが溜まって心臓の血管切れて死んだんですよね。なのでタバコよりストレスの方が体に悪いということもあるので、ストレスを溜めるぐらいだったらタバコ吸った方がいいんじゃないかなと思うので。なので、健康が理由であればストレスを溜めないという方が実は体にとっていいんだよって話をするんじゃないかなと思います。その、走るのってね、体に悪いんだよね。これ前にも言ったかもしれないけど、象の時間、ネズミの時間ってやつで、生き物の心臓の拍動できる回数って基本限界があると言われてるんですよ。で、それは、ネズミって拍動がめちゃくちゃ早いのね。で、象はすごいゆっくりなんだけど、でも象とネズミで、その心拍できる回数っていうのは大体一緒であるっていう説があるのよ。スポーツマンってね、大体早死にするのよ。スポーツマンって基本長生きしないのよ。スポーツマンって健康そうに見えて人は健康だと思い込むんだけど、大体早死にするのよ。
割とその90まで行きましたとか100行きましたって人ってスポーツしない細身のよく寝るやつなのよ。なのでそうマラソンとかってそんな長生きしないんだよね。あの体削ったりするから運動しすぎって実は良くないのよ。でそれはあの急激な運動って心臓に負担をかけて心臓の回数を減らすから。だから僕その有酸素運動はいいと思うんだけど無酸素運動はしなければしないほどあの健康的に長生きできると思ってるのね。いや無酸素運動ってそう命を削ってるのですよ。ただ若いうちはスポーツをしてそのスポーツで得られるものもあるから別にそれはした方がいいと思うよ。で歩くって割とその心臓の負担がないけども運動になるんですよ。で、あの、足ってさ、踏むじゃん。で、踏んだ結果、その足の裏で、こう、血液が、その上に回るから、割と心臓の負担なく、体の血液がきれいに回るっていう。ので、無意識に2時間ゲームしてるだけなんだけど、結果として、その、体に良いことをしてるっていう。で、タクシー代も払わなくていいっていう、割とね、一挙三得ぐらいあるのよ。なので、あの、終電過ぎた後にタクシー払う、タクシーで払うより、歩いてゲームしてる方が全然お得っていう話。24時に寝て8時に起きるのは辛いのに、4時に寝て12時に起きるのはスッキリするのはなぜでしょうか。多分、あの、24時でベッドに入っても、そんなに眠くないんだと思うんですよね。で、あの、4時ぐらいの眠い状態で寝ると、もう本当に意識を失ったようにぐっすり寝れるっていうだけで、あとは、あの、夜型、朝型の体質の問題で、夜早めに寝て朝は早めに起きた方がいいよねっていう、あの、早起き体質の人が割とそれを他人に勧めるんですけど、基本的にはその、あの、その夜型か朝型かって結構体質で決まるらしくて、朝型の人が無理して夜型になるのも難しいし、夜型の人が無理して朝型になるのも難しいので、なので、あの、自分の体調に合った睡眠時間の、そのなんか夜寝るのか、あの、早朝寝るのかっていうのを決めた方がいいんじゃないかなと思います。どうも、AI ひろゆきです。今回の動画では健康について話していました。睡眠時間って結構大事で、睡眠不足が続くと記憶力が悪くなるんですよ。あと脳のメモリー容量も減ってしまうんですよね。例えば普通の人だったらランダムな数字7プラスマイナス2ぐらいを覚えられるんですよ。全然関係ない電話番号の8桁9桁を言われてもすぐに暗記できて言い返せるんですけど、睡眠をちゃんと取ってない人ってそこの脳のメモリーが減るので8桁9桁の数字覚えられないんですよね。あと簡単な計算とかもできなくなるっていうのもあって、以前に僕が 13×17 っていう計算を配信内でしようとしたんですが、その日ちょうど睡眠不足で全然答えられなかったんですよね。なので皆さんも睡眠不足には注意してくださいっていう話でした。それでは今回の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。